はい、世間では24時間テレビ、そして私の、今リアルタイムの0時00分ぐらいでは、よいこチャンネルの生放送を見ているチャンネルでございます。よろしくお願いしますということで、あと11日ですねということで、こう今日は10月かな、10月の思い出ゆいちゃんでございます。新フレーバーのキャンディーは買わずにはいられない。さあ、何の思い出を語るんだい。ビジュアルバーストですか、何やったっけさっき一瞬見直したんですけど、何でしたっけ何やったっけ。ミラーボールラブね。いやー、これも結構いい曲だったよね。なんか結構なんか楽しかったよね。やっぱその全体楽曲っていうのはね、僕的にやっぱり楽しい思い出はいっぱいあるので、いやー楽しかったね。これはとても良かった思い出はありますね。ねえ、カウントダウン昨日やりましたね。昨日から始まりまして、これね、まあ、0時からということなのでね、毎日に覚悟普段はね0時になったわと思ったら適当にポチポチポチって押してるだけなんですけどね、ここからね、まあ、あと11日間ね、毎度0時のタイミングでね、更新が来ますので、更新がこのなんやカウントダウンが来ますので、まあ、別に後から再生してもいいんですけども、まあ、せっかくならこのもうリアルなことをね見てもらいたいので、はい、ここサムネですね。カウントダウンログインボーナスということでね、本日も250個ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、どうだっけ、ここか、あと11日、ミラーボールラブですね。とあとはですね、先ほど見たんですけれども、あれか、空想か、空想のやつですね。空想探査計画かなのイベントがありましたね。はい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 、ということで、ちらっと、ちょっと待ってね、結果ですね、イベント結果、まず空想の方のイベント結果がですね、18,848 ですね。やってるね、結構真面目にやってるなということでございまして、昨日の動画で言い忘れたんですけど、昨日の確か順位、イベント2つの順位、ハイスコアの方とイベントランキングでしたけど、両方同じ順位だったんですよね。あれ奇跡だなと思いましたねで、ミラーボールラブの方が、これイベント結果は上げているね、イベント結果がミラーボールラブ、ちょっとね、多分グルーブは結構低いと思うんですよね。なかなか放置ができないっていうところもありますので、そこそこ低そうなんですけども、13,000位か、まあまあ悪くない、13,680位ということで、ね、悪くない順位ということで、10月ですね。10月はですね、iPhone デビューっていう動画を投稿しますね。ついに iPhone デビューしましたっていう動画を投稿しまして、なぜか、高評価9の低評価17がついてるっていうね。謎の評価がついておりまして、この時あれか。この時なんかすげえ、なぜかなんかめっちゃなんか、そう、この時ぐらいからなんかすごいね、アンチが湧いたんですね。この時めっちゃアンチ湧いたよね。確かね、iPhone デビューの時確かアンチ湧いて、なんか別にこの僕 iPhone デビューしましたっていうお知らせと、何やったっけな、この時確かね、その iPhone に変えたから、そのいろいろね、撮影環境とかもいろいろ変わるんで、まあ、なかなか動画投稿するのにもいろいろとね、ややこしかったり、その撮影するのも、僕基本的に全部スマホで全部録画してたりして、編集とかもしてるので、で、Android の時もそうだったんで、その切り替えるということなので、全部が変わってしまうので、まあ、なかなかちょっといつも通りな感じでは撮れないかもしれないですよっていうお知らせ動画というつもりで、なぜか投稿していたのに、なんか、レビュー動画と勘違いした人が確かいたのかな、なんかあんま覚えてないんですけども、なんかそれで、なんか、レビュー動画のくせにうんちゃらかんちゃらみたいな。なんか文句言われてもないみたいな。レビュー動画のね、なんか、何やったっけ、画面を映さないとか、なんかようわからんこと言われて、なんかその iPhone の細かい、なんかデータとか、なんか容量とか、なんかスペックを全く説明していないじゃないかみたいな。どういうことやみたいなことを書かれてて、謎だね。別に僕、レビュー動画でもないのに、ただただ、デビューしたよっていう動画だけなのになぜか叩かれて低評価が17ついているという動画と、あとはですね、
コードギアスか、コードギアスのコラボがあったり、あとはですね、あ、これがでかいかな、アイリーのスターランが20になりましたね。あのこの辺の期間はそのバンダムフェスとかなんかそういうライブとかが多かったので、あれですね、あの打ち上げガシャみたいなのがあってね、スタランチケットもらえるタイミングが多かったということで、あのフェス限のアイリーをこの10月に20にしましたね。まあこれが一番かな、これが一番大きい出来事なのかなとは思いますね。でまああれかな、その月末にフェス限のサイちゃんが出たという感じでございます。まあね、こっからね、まあ、iPhone に切り替わったということで、まあその音質というか録画環境が変わりましてね、あの今まではねちょっとね、あの確かね、その録画をするのもあの音声をマイクで拾って撮ってたんですよ。だからそのスマホで、ね、画面録画でマイクオンにします、で録画します、でスマホの音量も出して、だからデレステの音量を出しますで自分の声も同じマイクで拾いながら、スマホのマイクを両方拾いながらやってたんですよ。だからめっちゃ音質悪いんですけども、今は、まあ、その iPhone のね、その録画機能あるじゃないですか、 iPhone の画面収録の機能を使ってマイクの機能、マイクをオンにして、でするとゲーム音をね、勝手に内部音源取ってくれつつ、マイク今喋ってる声を録画してくれているよと。その代わりあのこちら側はゲーム音が聞こえないんですよ、無音なんですよね。一応流せるんですけども、めっちゃボリュームがちっちゃくなりますし、あと変にね、なんかその羽織っても嫌なんで、まあこちら側は録画するときは音を聞けてないのでねまだただね、そのためにちょっと音量調整とかしてるんですけども、そんな感じでね、なんかあんまり関係ない話でしたけれども、まあそのね、あの iPhone に切り替わったということと、まあやっぱり一番デレステ的にはスタラン20を作ったのが一番思い出なのかなとは思います。はい、ということでございまして、これが僕の9月の思い出でございました。皆さんの10月の思い出はどんなんだったでしょうかね。ぜひぜひね、コメントで書いていただけると嬉しいかなと思います。そんな感じで、本日のカウントダウン動画でございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもぜひぜひね、よろしくお願いします。それではバイバイ。